フリーの横田はじめですけど、 今の福島県知事選に関連して、まあ、自民党が抱きつく相乗りしてくるということは、まあ、安倍総理が相当連敗回避したいという意識が強いようにも見えるんですが、まあ、敵前逃亡というか意外にリスクを犯すのを控える、まあ、小心者じゃないかというような気もするんですがまあその安倍総理の姿勢についてはどうお考えでしょうか。まあ、安倍総理が小心者だというのは横田さんの、見解だろうと思います。まあ、それはなるほど、横田さんはそう考えているんだなということがよく分かりました。でそう考えているのは、まあ、横田さん以外の方もいらっしゃると思いますけれども、いや私はまあ小心者とかそういうことは、ただ負けるのを嫌がっているということは確かですね、これはね。はい、他にはいかがでしょうか。